やっぱマジありがとうございます。そう、もうあの歌唱力ナンバーワン決定戦を見てもらって、一人でも二人でもうわうガールフレンドにしたいって思わせようって思って歌ったのそう、そういう狙いでした。決勝でイチゴのショートケーキを熱唱するみちが見たい。やばすぎるでしょ。みゆみゆのあのうさみんをはるかに超えるドドドインパクトやん。まあ、ちょっと粗い部分もあるんですけど、基盤はもうしっかりあって、暖かくして寝ないよ。期待に応えてくれそう、期待感も込めて、うん、はい、ちょっと選ばせていただきました。はい、はい、ありがとうございます。どんなね、決勝大会でどんな歌を歌ってくれるのか楽しみでございます。さあ、というかちゃんが2人目のブルーブラックにしました。それでは3人目、でも全然ブルー感が、はい、見えないから。3人目は次はフラッシュ炊いて STU48 で撮ってみようって今思いました。今村美月さん、はい、おめでとうございます。さあ、こちらボーイフレンド歌った今村美月ちゃん、こちら推薦された方は、はい、太田さん、はい、はい、今村さんはリズムのセンスがもうとにかく良くて、え、本当に、あともう聴いていて自然と笑顔になるような感じ、あとパフォーマンスも素晴らしかったです。あの決勝のね、すごいどうしよう、マジいただきました、はい、ありがとうございます。さあ、でも何かアドバイスとかあれば。アドバイスですか、はい、パフォーマンスが良かったので、うん、まあ、大きなステージなんで大きく動きをね、ああいうね明るい感じの歌ちょっと期待しちゃいますね、はい、はい、というわけで夢の嘘、本当、続いて4人目、いちごのショートケーキ歌いません、はい、嘘4人目は AKB48、 いや絶対選ばれないと思ってた岩竹佐穂さん、嘘、はい、ありがとうございます、はい、審査委員長さんが推薦、あの方です、昨日さん、お二人高評価、はい、じゃあお二人、亜美さんから言ってくださった方、どういう風に答えてくれるかな次はっていう、パフォーマンスが良かったので、歌は良かったので、大きく何見てみたいですよね、はい、どう化けるかなっていう、なるほど、どう化けるか、はい、大きい目で見てってこと、一緒に演奏できるの楽しみです嬉しい、イエーイ、すごいすごい嬉しいそうそうそう、じゃあもう踊りまくるしかないやん踊りまくって歌いまくるしかないやん、ぐえー、本当ですか、マイク掘り投げてちょっとパフォーマンスで呼んでいただいたということはもうマジックでも練習していこうかな嘘、嬉しい、本当、ありがとうございます、そんな、いやでも去年私応援席にいたんですよ、いやー去年応援席にいて、待って、タワーありがとう、キュート6さんありがとう、何歌おう、マジか、予想にもしてなかったですわ、そう去年ね応援席に行って、キュート63、
か鈴音さんも書いてないんだよね、あのほのたんの時のですよね。ぐわどうしよう、えどうしよう何歌おう、街の明かり確かに、オーマイガー、どうしよう、とりあえずボイトレ行こう。声出た、みんなありがとう、イエーイ、ノーハイタッチ聞いてください。あのね、楽しみが入ったら嬉しい。いや去年はね応援席で見てたんですよ、みんなのことを。去年も STU めちゃめちゃおったけん、そうみんなすごいなって思いながらね見てたんですよ。で私が審査員じゃないや応援席におって、その歌唱力終わった後に小田えりなさんにね、来年は一緒に出ようねって言われたんですよ。本当に来年、去年の来年の今年に一緒に出れるすごい、グーいやでもうまい、皆さんうまいからさ嬉しい、でも楽しい、ありがとうございます、本当にありがとうございますってツイートしとこう。もうなんか何回目これ 3,4 回目とかでさ、もうさ自分は無理だと思ってたからさ、ずっと生きれるようにさ歌えるように頑張ってましたけど、こんなでも嬉しい、その順当なね順位じゃなくなきにしも選んでいただけて、もうダイナさんのコメント見つけたい、どこ、夢叶ったのってうわあ、うわ夢叶ったらって、おだりのさんが待って、963明日書いていいですか、ちょっとここまで書いたんですけど、絶対明日出します、やば嬉しいな